突然生理がやってきて友達にナプキンをもらった時の受け取り方。ごめん、ちょっとナプキン持ってない？持ってるよ。はい、ありがとう。ポーチに入れて持っていく系。ポーチから出して持っていく系。寝起きの恐怖。生理前から生理中にかけての唯一の喜び。胸でかなってるやん。生理前かな。やば、今日胸めっちゃ漏れてるやん。運動したらお腹の痛み消えがち。食欲が増えるタイプ。お腹すいた。痩せにくいと言われる生理中にダイエットのやる気が出てくる。ちょっとなんか筋トレとかでもしよっかな。走りにも行きたいな。肌が荒れやすい。ニキビできてる。嫌や。人によって違う生理の症状。なんかめっちゃ肩こんな。頭痛い。腰痛すぎ。甘いものが食べたい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 。私はいつもこのねソフィーの羽なしを使っております。もうずっとこれ。しかも羽なしって漏れませんかとかずれませんかとか、羽ありじゃないと不安だよなってね結構コメントいただいたのですが、私はね逆に羽ありにした時の方がなぜかよくわからんけど漏れた。なんか羽の部分がずれてさ、羽に漏れた。羽ありが気持ち悪くてつけれないタイプの人でございます。量の多い日は2枚つけてる。羽なしで2枚、こういう感じでつけてます。で、夜用も私は使いません。ナプキンそのね2枚重ね、2枚使うやつで夜とかも乗り切ってます。今日も見ていただきありがとうございました。なんかもう生理についての悩みってたくさんあるよね。みんな辛い生理乗り越えていきましょう。高評価チャンネル登録待ってます。それじゃあみんなまた明日。バイバイ。